どうも、中野とピロリ、千葉ロッテマリーンズ応援チャンネルのピロリです。さあ、2021年オープン戦が始まりましたということで、ロッテ対オリックスアット京セラドーム、今日は3月2日ですね。オープン戦始まりました。結果は6対6同点でございましたね。早速ハイライトを言ってみたいんですけども、今日ね、パリーグ TV さんの方で YouTube にもハイライトが上がってましたけども、やっぱオープン戦で、オリックスの投手、打者にフィーチャーした、ハイライトになっておりましたので、こう、ロッテのいいところがあんまり映ってなかったので、ロッテのいいところを中心にちょっと言っていけたらなと思います。まず、今日先発、中村俊也投手でございました。で、中村俊也投手は4回投げたんですけども、まあ、今までね、いいアピールが続いていたんですけども、2回、モヤ選手、ジョーンズ、そしてジョーンズ選手にタイムリーを浴びまして、で、さらにトング選手にツーランホームランを浴びまして、いやー、でもオリックスの、この捕手陣は、すごいですね。こう、伏見選手も、若月選手も今日出てきてましたけども、本当にトング選手が見事なツーランホームランということで、中村俊也投手が、4回3失点という内容でございました。まあ、中村俊也投手は結構、その練習試合も含め、プレシーズンマッチだったりとかも含め、まあ、いいアピールが続いてるので、もう一回ぐらい、オープン戦投げたりするのかなという感じですね。まあ、ちょっと先発の、6本柱の、こう、6本目を、狙ってという感じでございますので、ぜひ、アピールをね、続けていただけたらと思います。そして5回は、増田投手。もう、なんだろう、この間のソフトバンクの森投手しかり、こう、オープン戦ならではですよね。この抑えのピッチャーが、早めの、回に出てくると。5回出てきて、まあ、ヒット打たれるものの0点。で、田中康弘投手がね、出てきたんですけどね、ちょっとピンチを作って、で、さらに、伏見選手かなの、ピッチャー強襲の、当たりを受けまして、東條投手に、こう、交代して、でもその後ちょっと2失点、ロッテがしてしまいました。で、7回は山本投手だったんですけども、東條投手が1人抑えたところで山本投手だったんですけども、1失点。まあ、山本投手もね、練習試合で、まあ、いいアピールが続いてますので、まあ、安定感は、ね、去年も一軍で投げててあると思いますのでね、ぜひ、まあ、自分の、まあ、フェーズでと言いますか、こう、調整をしてっていただけたらと思います。で、8、9回なんですけども、佐々木千早投手と河村投手が出てきまして、良かったですね、二人。まあ、河村投手はもう、本当にドラフト4位で即戦力なんじゃないかってことが言われてますけど、まあ、落ち着きようが半端ないみたいなのを、本当に今年入ってきたのかよみたいなことをね、皆さん言ってたりとかしてますし、佐々木千早投手もね、もう今年こそは活躍したいっていうのを、もうポテンシャルはね、間違いない投手だと思うのでね、もう一回も今までこう納得したピッチングができてませんみたいなことをね、おっしゃっていたので、もうぜひ今年こそはバリバリ投げてほしいですね。本当もう、ロングリリーフでも。で、そして先発のね、誰かがちょっと不調だったり、離脱してしまったら、ぜひ先発とかでも頑張ってほしいなと思います。そして、打撃面ではですね、もう山口選手がすごいですね。井口監督はもう今4番で使ってますけども、山口選手がまず4回、ツーベースを打ちまして、そして、絶好調岡選手がツーベースで1点。もうこの山口岡のつながりで、先制ではないか。けど、この二人のツーベースで1点入るって誰が予想しましたかね？このオープン戦でも。すごいですね。この山口選手は、まあ、まだこ、ちょっと2軍で頑張るからとか、岡選手もね、結構スーパーサブ的な、ポジションだったので、この二人が、まあ、打撃絶好調ということで、もう惜しかったですもんね、ちょっとね。山口選手のあたりも。なんで、ちょっと、引き続き期待していこうかなという感じでございます。で、5回は、柿沼選手もね、今日良かったんですよ。柿沼選手、藤原選手、荻野選手が、塁に出て、満塁で、中村翔吾選手が、キャプテン。中村翔吾選手がタイムリー。うん。これで、で、これで同点に追いついたのかな？ 4 回同点に追いついて、で、さらに6回、藤原選手がですね、2、3塁から勝ち越しのタイムリー。で、ここでね、小川選手は、ルーキー、ドラフト最ルーキー小川選手が、盗塁して、藤原選手が、レフト線に、タイムリーツーベースを打ちまして、5対3、勝ち越しに成功しましたと。で、ただまあ結局、ちょっとね、追いつかれたり、で、また勝ち越して追いつかれてっていうのを繰り返してしまうんですけども、で、今日はですね、で、7回に、山口選手が、まあ、ライトへ、
の、二塁打で勝ち越し。これですね。7回の1点。で、これがですね、その前の、福田幸喜選手の当たりを、まあ、セカンドゴロだったんですけども、それを杉本選手、ラオ選手がファーストで捕球ミスをして、まあ、エラーがつきまして、で、そこに、まあ、つけ込んでと言いますかね、そのミスを逃さずにしっかり点に結びつけたっていうところが良かったんじゃないかなと思います。そうですね。その先ほども言いましたけども、柿沼選手と小川選手がですね、なんと2安打ずつで、さらに小川選手は2盗塁。これグッドですね。いや、小川選手がね、本当に前評判は、なんか打撃もちょいで守備がめっちゃいいみたいな感じだったんですけども、なんか打撃がめちゃめちゃいいですよね。なんかもう本当にみんな、この小坂の再来やーみたいなことを言ってるんですけども、で、まあ今までね、こう、土のグラウンドだったりとか、こう天然芝のグラウンドが続いた中で、まあ京セラドームだったりとか、ゾゾマリンスタジアムは人工芝の、グラウンドで、まあ比較的こうバウンドがね、予想しやすい、グラウンドになるので、ぜひちょっとそういったところで小川選手の守備がね、こう安定していくことを、願っておりますね。小川選手ちょっといいですね。今日もパリーグ TV にまとめられてましたね、2安打。で、先ほども、これも言ったんですけども、佐々木千隼投手と河村投手のコンビが、ここ8、9回抑えてくれました。もう2人の活躍もね、ちょっと、本当に1軍で見たい選手2人なのでね、ぜひちょっと勝ちに貢献してもらえたらなと思います。で、オリックス側の話をしますと、8回かな？出てきた富山、9回か？出てきた富山選手めっちゃ落ち着いてましたね。超良かったですね。で、あと吉田亮選手も、黒木投手が、ね、また支配下に戻ってきた黒木投手が、ちょっとピンチを作ってしまったんですけども、吉田亮選手が、抑えてくれました。そして、荒西投手がね、ちょっと、この辺、だいぶ、不安定でしたね。ちょっと、荒西投手僕好きで、なんでしょう、前、ロッテにいて、今、栃木で活躍してる、成瀬投手とちょっと顔が似てて、外野に飛ばされがちなところもちょっと成瀬投手に似てるので、ちょっと荒西投手応援してるんですけども、ね、ちょっとね、まあ、しっかりとミートされちゃってましたね。なんで、まあ、荒西投手一つ結構サイドから投げる、こう、なんだろうな、こう、まあ、いいコースにこう投げ分けるサイドの投手なんですけども、まあ、ちょっともう少しね、仕上げて一軍で活躍してもらえたらなと思います。ね。あと、まあ、ジョーンズ選手がね、まあ、だいぶ絞ってきたみたいなことがニュースになってましたけども、ちょっと、まあ、去年ほどはね、オリックスも勝てないんじゃないかという感じでございます。さあ、明日もね、試合があるので、ぜひ楽しみにしましょう。先発は誰だったかな？小島投手だったかな？ちょっと、忘れちゃったんですけども、後で、コメントに書いておきます。で、佐々木朗希投手がですね、5日にシート打撃に、登板して、12日か13日のオープン戦に先発する？というニュースが出ておりました。ということでね、とうとう、怪物佐々木朗希が、ベールを脱ぐということで、1年間ね、ずっと1軍に帯同しながらも、まあ、一登板もせず、2軍でも一登板もせず、ちょっと体作りにね、専念した佐々木朗希投手が、まずシート打撃で、またね、延期になっちゃうかもしれないですけど、とりあえず、一旦ちょっとドゾマリンで見れそうだということで、で、12日、13日、まあ、運が良ければ、中野さんがこの辺りで行きそうなので、まあ、運が良ければちょっと当たりそうだということで、そしてね、私も3月7日にオープン戦見に行きますので、ぜひ、ZOZO マリンで会った方、声かけてください。ちょっと、ね、こう、握手がっつりとかできないんですけども、ぜひ、少しお話できたらなと思います。ということで、中野とピロイチバロッテマリーンズ応援チャンネル、この動画がためになっているということは、ぜひ、高評価、そしてチャンネル登録お願いします。千葉ロッテ好き、パリーグ好き、プロ野球好きの方、ぜひ、チャンネル登録してください。他の動画もぜひ、楽しんで見ていただけたらと思います。それでは、明日もオープン戦、ロッテの選手、オリックスの選手の皆さん、頑張ってください。バイバイ。